こんにちは、ワランです。今日は少し前の動画でモールドを使わずにこういったこう小粒のパーツを作って、こんな風にジャラジャラつなげるようなピアスを作りました。今回はこの作り方をさらに応用して、色がこの粒の中で3層に分かれている1粒パーツを作ってみたいと思います。今回このパーツは3層になってます。とっても涼しげで可愛らしいパーツができたので、ぜひ作り方ご覧ください。今日使うものは透明のレジン液、動画内でまだ使ったことのない色ピンクを使ってみたいと思います。そして装飾に2種類のチェーンを使ってみたいと思います。今回使うのはこの20ゲージのゴールドのワイヤーなんですけど、ワイヤーでなくてもこういった Q ピンや T ピンなどでも簡単にできるので、お好きな方を使ってみてください。
で今回のピアスが完成しました。今回のパーツはワイヤーの先っぽに小さな濃いピンクの玉を作って、さらに薄いピンクで中くらいの玉を作って、その上からさらに透明のレジン液で着色したレジンの玉をこう包むように大きな玉に仕上げました。今回は色を3段階にしたんですけど、もちろん2色でも色を変えてみても楽しいと思います。固めるポイントとして、ライトに当てるときにこのまま固定してライトで硬化してしまうと、レジン液が下にこう溜まってしまってちょっとこう歪んだ丸になってしまうので、ライトに当てる前からひたすらこうくるくる回しながら、レジン液が均等に全体に行き渡るようにしながら硬化させるのがポイントです。そうするとできるだけ綺麗な丸に近づくと思います。ただ私も綺麗な丸にできたものもあれば、ちょっとよそ見をしているとレジン液が一箇所に偏ってしまって、こんな風に綺麗な丸にはならないものもありました。ただ一個一個色味も違って形も少しずつ違うので、それがまたいいかなとも思います。あとは今回この玉だけだとちょっと寂しかったので、2種類のチェーンを一緒に繋いでみました。このチェーンもシャラシャラ揺れるので動きが出てさらに可愛くなったかなと思います。でこれ中の色付きの玉の大きさを変えることで、こっちは透明の部分が多いのでより透明感が出てるかなと思います。というわけで今回はモールドを使わずに、とっても透明感のある可愛らしい一粒パーツを作ってみました。このアクセサリーが可愛いなと思ってくださった方、ぜひぜひチャンネル登録、評価などよろしくお願いします。またぜひ次回の動画もご覧ください。ありがとうございました。